お二人がクリエイターとして影響を受けられたアニメって何かお聞きしてもいいですか。影響を受けたアニメ、あのまあ、2人があってだいぶ世代も違うし、なんなら生み出した側やから、でそれ見てた側やからね、うん、けどね、あの子供の時はやっぱアニメ大好き で当時ってまだ私の時代って部活でバスケ部やってたんですけども、授業終わって、まあ、放課後バスケの練習があるんですけども、夕方4時半枠のアニメとか5時枠のアニメとかがあるわけですよ、うん、だから、うん、あの体操服のまんま走って家に帰ってアニメを見て、見終わってから走って体育館に戻るっていうことをあの繰り返しやってましたね当時は。小学校の時はみんなやっぱこうみんなアニメ好きで、あの、うん、休み時間になるとアニメの話題ばっかだったんですけども、あの中学になるとみんなアニメとかあとジャンプとか漫画読むのもみんな卒業し始めて、こうやってなんかこう人って道が分かれていくんだっていうのをやっぱ中学の時にやっぱ一番感じて、アニメーションはすごいこうテレビアニメをあの夢中になって見てて、そんな中こうテレビアニメが好きな、まあ、中学生、まあ、当時だと、まあ、私が中学の時だとガンダムが終わってゼータガンダムが始まるまでの間、この時代にマクロスが放送されたり、あの太陽の牙ダグラムが放送されたり、あのガリアン、エルガイム、エルガイムこればっかりかと思ったちょっとでした、ね、エルガイム、ダンバイン、ザブングル、ね、ダンバイン、ザブングル、あの辺の時代のやっぱり、まあ、当時も本当にロボットアニメばっかだったんですよ。そういったものにやっぱ心を奪われて、あのもう一生懸命見てましたね。でそういうアニメが大好きな人たちっていうのはやっぱアニメ雑誌をやっぱ見るんですよ。当時まだニュータイプが創刊される前、うんうん、ニュータイプが私が中学3年の時に創刊されたので、それまではやっぱあの、まあ、徳間書店とかのその、アニメージとか、アニメディアとかやっぱ、アウト、ファンロード、そういったアニメ情報誌見ると作ってる人たちのこうコメントだったり、制作に関するやっぱ話とか、なんならこう、絵コンテが載ってたりとか、設定画が載ってたりとかしてて、あ、アニメってああやって動いてるけども、こういったものの繰り返しでやっぱ作られてるんだっていうのが、子供ながらにこう見え隠れこうしてきた時代に、やっぱこう一つこう格が上というか、そういった形でやっぱ扱われているものがいくつかやっぱあってですね、あのやっぱそれがやっぱ劇場アニメで、劇場版のやっぱアニメーションっていうものをやっぱ一目置かれてるような中、我々のようなやっぱオタクの少年の心をガツッてやっぱ掴んだのが奥義と宇宙軍、後のオネアミスの翼ですね。あの奥義と宇宙軍は当時多分バンダイだと思いますけど、模型情報っていうあの雑誌、まあフリーペーパーに近い雑誌があって、そこにもやっぱ特集されてて、あのもうあのオリジナルのやっぱとんがった世界観に不思議とやっぱすごい魅了されて、で王立宇宙軍も制作にすごい時間かかったんですよね、あれ。そう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 、ですよね、バンダイのバンダイで第1回劇場作品、映画作品で、でしかもガイナックスのデビュー作でもあるんですよ。素人集めていきなりあんなでかい金の、ね、映画作らせたっていうね。だから発表からあの、うん、実際のそのオネアミス、まあ、オイツ宇宙軍の完成までがすごい長かったんですよ。そこそこ大人になりましたからね、あの中学時代に初めてその記事を見て、やっぱ企画を見てすごいことをやろうとしてる人たちがいるんだなとやっぱ思ってですね、当時のガイナックスのようなその、まあ、要するに若いクリエイター集団がゼロからある種のこう気概を持って、これで世の中変えるんだと、ひっくり返すんだっていう気持ちが子供ながらにやっぱこう分かっちゃった、それが伝わってきて、なんてかっこいい人たちなんだと、もうこういう作品をいつか自分も作りたいってやっぱ当時はやっぱ思いましたね。あのマインドはね、だから今もやっぱり生きてますね、自分の中で。え、見ました？ゲームのフレンズ。いや見て、2話ぐらい見てさ。ああ、はい。だけど、好きにしてますから。だって、し、いや、一緒じゃないって、だから。お、もう、あかん、これ絶対炎上するわ。